シヒクデムマテギサボー、チノルマサカキアッサ。ラーセゴフタセリチワデモフア。おやねまほそか。ねえ、なんだよ、手伝っただろ。腹減った。おお、飯。うん。焦って食べるからだよ。何さ。あなたのお名前は？リュックだよ。おお、本当に通じるよ。おお。でもそれなら最初から普通に話してくれよな。そんな余裕なかったんだよ。みんなチーのこと魔物だと思ってて。チーって？あ、チーは君って意味。あんたたち何者？アルベド族だよ。言葉でわかるでしょ。ねえ、君アルベド嫌いじゃないの？嫌いも何も知らない。どっから来たの？ザナルカンドだよ。俺そこでブリッツの選手やっててさ。ザナルカンドエーブスのエース。もしかして頭を強く打つとかした？あんたたちに殴られた。じゃあその前のこと覚えてる？ザナルカンドのこと、試合や生活のこと、ブリッツボールの試合の時にシンが襲ってきたこと、そしてアーロンのせいで逃げ遅れて光に包まれて、思いつくままに話したけど、そのうち不安になってきたんだ。俺変なこと言ってんのか？シーンに近づいたんだ。うん、大丈夫、きっとすぐ治るよ。シーンに近づきすぎた人間は頭がぐるぐるしちゃうんだって。だから君も変な夢みたいの見ただけじゃないかな。俺病気ってこと？シーンの毒気にやられたんだと思う。なんで？だってザナルカンドなんて今もうないんだもん。千年前にシンが暴れて壊しちゃった。だからブリッツボールなんてできないよ。え？どういうことだよ。千年前って、俺シンがザナルカンドを襲うの見たんだぞ。あれが千年前だってのか？信じらんないって。そんなの。あのさ、ん？ブリッツの選手なんでしょ？うん。ルカへ行けばなんとかなるかもよ。君を知ってる人いるかもしれないし、君も何か思い出すかもしれないもんね。ルカ？
よし、私に任せなさい。ルカに連れてってあげるよ。行きたくないの？ああ、じゃあみんなに話してくるからちょっと待ってて。あ、それから注意、ザナルカンドから来たなんて人には言わない方がいいよ。あそこはエボンの聖なる土地だから怒る人いると思うんだ。うん、ザナルカンドはエボンの聖なる土地、何のこってすかって感じだった。エボン、真の毒家ルカ、どこか遠くへ来ただけだと思ってた。すぐに帰れると思ってた。千年の時を超えたってか。信じられるかっつーの。あ、もう、え、大丈夫か？人！どうも。お前さっきの技もう一回やってみ。嬉しかった。今度こそ助かったと思ったんだ。ザナルカンドエイブス。そうだ、こんなことないな。どっから来たって？あ、悪い、今のなし。あ、俺さ、真に近づきすぎて頭がぐるぐるなんだよな。だからどこから来たとか、ここがどこなのかとか。真の毒気にやられたか。でもこうして生きてるんだ、エボンの賜物だな。トレーニング続けてろ。俺はワッカ、このビサイドオーラカの戦士兼コーチだ。なんだ、腹減りか。よし、村行くぞ。なんか食わしてやる。
ワッカはいいやつだと思った。だから聞いてみたくなったんだ。あのさ、ザナルカンドって千年前に滅びたんだよな。今は遺跡になってしまったでいいんだよな。昔スピラにはでっかい町がたくさんあった。夜でも賑やかな機械仕掛けの大都市だ。みんな機械の力に頼って面白おかしく遊んでたわけだ。だけどな、見てみろ、突然シンが現れて機械の町を全部壊しちまった。もちろんザナルカンドもな。それがだいたい1000年前。そう、お前の言う通りだ。まあシンは調子に乗っちまった人間への罰ってわけだな。まったくよ、昔の奴らのせいで今の俺たちが苦労するなんて腹が立つよな。もちろん罪を償うのは今の人間の大切な役目だ。それは分かってるさ、でも時々やりきれなくなってな。リュックの言った通りだった。ワッカもリュックも嘘をつく必要なんて全然ないんだ。でもよ、ザナルカンドエイブスってのは笑えたぞ。もしかしたらそんなチーム本当にあったのかもしれないけどよ。なあ、楽して暮らしてた時代のチームなんて岩っちに決まってるけどね。お前が落ち込むことないだろうが。俺を励ましてくれるワッカの気持ち嬉しかった。でもその時俺が考えていたのは、始まりはシンだ。だからもう一度シンに会えば、それができたらザナルカンドへ帰ることができるかもしれない。その時が来るまではここがどこかとかいつの時代だとか気にするのはやめよう。気にしないってのは難しかったけど、少しだけ楽になった。ほんの少しだけ。なんかあんのか？話せよ。お願いがあるんだな。あんたのチームに入れてんだろ。もうすぐ大きなプリッツの大会がある。スピラ中のチームが集まるでかいやつだ。でかい大会だからお前のこと知ってる奴らもきっと来る。そしたらお前元のチームや生活に戻れるだろう。なあ、悪い話じゃないと思うぞ。どうだ。いいよ。ありがとうよ、大会まで頼んだぜ。ブリッツとシンだけがザナルカンドとスピラをつないでるような気がしたんだ。そんなに外れてなかったろ。俺はあそこで生まれて5歳でブリッツボールを始めた。13歳でビサイドオーラカに入って10年戦士ってやつだな。でも10年やっても大会じゃ一度も勝てなかった。で、引き際が肝心だってんで去年の大会を最後に引退したんだ。でな、引退してから新しい仕事を始めたんだな。でもちょっと気抜いたらすぐブリッツのこと考えちまう。10年間勝ちなしじゃな。
去年の1回戦はチャンスだった。でもきついことがあって試合に集中できなかった。言い訳っすね。厳しいっすね。次の大会で勝ってスッキリしたい、そういうことか。大会の目標は？順位は関係ないんだ。いい試合ができたらそれでいい。本気でやったって充実感があれば、俺すっきりやめられると思う。目標って聞かれたら優勝って答えろよ。試合に出るなら勝つ、それ以外何があるんだ。優勝？マジっすか。ああ、海から来た人か。この道は魔物が多いから注意した方がいいよ。真に近づいたのに助かったんだろう。こんなところでやられるなよ。誰？討伐隊のルッツとガッタ。ん？討伐隊？お前そんなことも忘れちまったのか。悪かった。気にすんな、俺が面倒見てやる。うっす。その代わり大会の時は大活躍してやるから。よし。ああ、討伐隊のことは直接聞けよ。村の宿舎にいるはずだ。リサイド村だ。食べ物ある？後であの家で食わせてやる。しばらく暇つぶしてろ。そうだな、 あそこが討伐隊宿舎だ。ルツとガッタにいろいろ聞いてみろよ。そうそう、こっち来い。なんだよ。お前いくらなんでもお祈りは覚えてるな。忘れたっていうか知らなかったんだけどさ。生活の基本だろう。まあとにかく教えてる、うん、ほれやってみ。じゃあ寺院の召喚師様にご挨拶してきな。それはブリッツボールの選手だったら誰でも知ってる勝利のおまじないだった。なあ、あんた真に襲われたんだろ。それ最近か。多分な。じゃあ島の近くに真がいるのか。隠してないよな。もちろん。この近くに真が来たのなら島を襲いに来るはずだ。ところがそんな気配はない。悪いけど俺には何もわからないよ。だいたい俺討伐隊ってのもなんだかよく分かってない。冗談だろ。真の毒気か。ガッタ、話してやれ。はい先輩。討伐隊は真と戦うために生まれた組織である。スピラ中に支部があり、そこに志願した者は誰でも参加可能である。討伐隊は800年前に英雄ミヘン様が作った石山衆を起源とする。後年組織を拡大し討伐隊と名を変え、以来真と戦い続けているのである。800年も戦い続けて真を倒せないのか。討伐隊にできるのは真の進路を変えさせたり、まあはっきり言ってその程度だ。多分俺らには真は倒せない。討伐隊の役目は真から寺院、町、村、人々を守ることだ。じゃあ誰が真を倒すんだ。
真の毒気ってのはこんなひどいものなんですか？いや、これはかなりひどい。教えてやるのは簡単だが、できれば自分で思い出す方がいい。寺院へ行って祈りを捧げてこい。すべて思い出せますようにってな。なんか本当、本当に俺の知らない世界だった。ブラスカ様が大召喚士となられてから10年、やっとこの寺院にもご聖像が届きました。大召喚士って何すか？俺真の毒気に当たっちゃったんです。何度も同じ言い訳をする自分が少しおかしくて寂しかった。召喚士とは神秘の技で我らエボンの民をお守りくださるお方。選ばれし召喚士が操るは血肉を持たざる聖なる獣、召喚獣。祈りに応えて姿現す召喚獣は大いなるエボンの賜物。要するに、なんだかすごいおじさんたちに感謝しなさいってことだと思った。悪いな、飯はまだなんだ。昼寝でもしてろ。疲れてるんだろ？様子を見に行った方がよくはなかろうか。大丈夫だと思うんですが。しかし、もうかれこれ。しかし、もうかれこれ。かれこれ、1日経っているからな。様子を見に行ってもらえますか？うん、すでに関係者で手分けして探している。ありがとうございます。あんなやつ、帰ってこなくてもいいのに。死んでしまうかもしれないのよ。それでもいい。そんなにお父さんが嫌い。死んでしまったら嫌いだってことも伝えられないのよ。わっか？何かあったのか？召喚士が試練から帰ってこない。あ？いや、正確にはまだ10召喚士だ。あ？あの奥に試練の間ってのがあって、
重召喚士はそのさらに奥で祈る。祈りが通じれば正式な召喚士になれるって思い出したか。誰かが奥の奥から帰ってこない。それは分かった。もう一日経っちまった。命に関わることなのか。時にはどうして助けに行かない。ちゃんとガードがついてるし、何より起きてだし。もしものことあったらどうすんだよ。死んじまったらおしまいだろ。起きてを破ってはなりません。知るか。いきなり心細くなった。重召喚士、そしてガード以外立ち入り禁止だ。掟だからよく覚えとけ。あんたはいいのか。俺はガードだからな。ガードってば。